とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュをやっていきたいと思います。このね、弓、夜の棒ですね。2種類あるんですけども、どっちの方が、向いてるのか、強いのか、それをね、やっていきたいと思います。まずこっち。これがね、流れ込む魂が入っておらず、衝撃が入ってます。敵をぶっ飛ばすんだよね。でも、ボスはぶっ飛ばないので、これどうなんだろうと思うんだよね。で、こっちは流れ込む魂がないので、武器には流れ込む魂を入れなきゃいけない。なので武器がね、決まってしまうのよ。で、こっちの夜の棒は、衝撃が入ってないので、敵はぶっ飛びません。でも、流れ込む魂が入ってるので、武器はね、フリーなのよ。何を装備しても、OK っていう感じ。どうでしょうね。まあ、とりあえず、こっちの夜の棒で、まず、やっていきたいと思います。では、行きましょう。それでは、行きますね。あ、ちなみに、防具はこれです。輝くローブだね。まだね、中途半端なのよ。これ、雷の矢筒のビルドの、やつなんで、ちょっと弱いんだけども、防具もね、ソウルフォーカスを作らないといかんね。とりあえずソウルフォーカスを作らないといけません。あー、なるほどね。とりあえず、あれだ。ソウルが溜まるまでは、そんなに強くない。まあまあ仕方ないよね。こればかりは。おいおい、ぶっ飛ぶね。すごい。エボーカーをぶっ飛ばす、ぶっ飛ばす。そうか。このネームドのやつでも、ぶっ飛ぶやつ、危ねえ、ネームドでも、ぶっ飛ぶやつぶっ飛ぶんだ。なるほど。はいはい。で、こいつら、問題は。こういうぶっ飛ばないやつらが、きついと思うんだ。いやー、きつい。ソウルが溜まるまでが結構きついですね。よし、オッケー。イエーイ。矢はまあいらないからな。火力抜群。どこいる？どこいる？あ、いた。しゃあ、で、いけ。これ意外とね、この爆発範囲が広いもんね、思った以上に。なので、よっしゃ、ソウルが足りない。やはりボスラッシュとかにはちょっと向いてないか。あー、ソウルが若干足りんね。やっぱ、そうね、ザコラッシュの方が向いてる。ちょっとソウルを貯めるのが問題だな。よし、あ、やべ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 。よし、流れ込む魂流れてこい。よっしゃ、ここきついやろ。ザコおらんからね。あれ、いや、ザコがいないからちょっと無理。よし、いけた。ここも同じく、なんかザコを召喚してくれればいいけども、そう簡単に召喚しない。あ、いや、ナイス。ザコいっぱい出して、ザコいっぱい出してくれ。ナイス、ありがたい。おっしゃ、相当流れてくる。あー、なるほど、分かった。これを見た感じであれだね、魂の袋があればもうちょっと安定感増すわ。魂の袋で安定感は増しますな、これは。じゃあ、はい、ちょっと待ってよ。もうちょっとソウルを貯めておきたいな。ちょっとソウル貯めときたい。どこ？あ、いた。じゃあ、次が絶対厳しいよね。ダメだ、ソウルが足らん。
が足りませんね。ダメだ、うん、ソウルが足りんから倒せないや、うん、いや厳しいな。確かに球根でね、若干はね流れてきはするんだけども、若干なんだよね流れるのが。あーダメだ、厳しい。それでは続いてはこっちの夜の棒だね、流れ込む魂と球根でクールダウンショットバーストボーストリングだね。敵はぶっ飛ばないけども流れ込む魂がついてるので武器がフリーになるってやつだね。なんで武器にダイナモの怒りを入れてぴょんぴょんしましょう。ああ、でもね、さっきのやった感じでもう分かったのが、宝具のね厳選がこれは結構重要っていうところだな。うん、宝具の厳選がちゃんとできてればもうちょっとね動けるはずなのよね。ちょっとこれは頑張らないといけない。で攻撃が当たったやつから魂を吸収するので、そうだよね。なんでやっぱね衝撃がついてる方がソウルは吸収すると思う。うん、もうちょっとガシガシソウルが流れてきたと思うので、じゃあ、あーでも武器がフリーになるって結構強いな。あー武器フリーになるのは結構いいね。でもまあ使い方次第だな。危ねー、思わずちょっとポーションバリア使っちゃった。よし、オッケー、いけ。あーやっぱり、うん、このついでにつける、ついでじゃないな、もうこれが、うん、怒りがメインウェポンみたいになるな。いや両方か、なるほどね、これ強いわ。はい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 、うん、なるほど。ソウルギルドってもう決めつけずにもう両方ともつけていった方がなんかもね、これ。おいおい、ちょっと待って、俺こっち消えてるよ、消えてる消えてる、おいおいおい、あーやばい、やば、動きが止まったとなるともう死んでしまいます。動き止まると死ぬのよ。あーなるほど、ロールチャージとかついてないからぴょんぴょんしない。あーねー、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、これもちょっとぴょんぴょんして、よし倒したっしょ、毒ダメージでいけるはず。あ、いけてた、見えない、よし、あーはい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 、はい、倒せるか、よし倒したね、あと1体、あっギャッ、うん、やっぱロールチャージ、アーティファクトチャージないから快適さはいまいちか。じゃあ終わり、はい、まあこっちはクリアできましたね。君に感謝している。はい、それでは戻ってきました。今日使ってみたところ、そうね、こっちの流れ込む魂がついてるやつは武器がフリーになるので、ボス戦でもいける。うん、全然強い。で、こっちが、やっぱね、流れ込む魂ないと回復が難しいんだよね。なので、武器がね、フリーにならないので、ボス戦としては難しい。まあまあ、片方ね、ボスになったら、釣り竿にして、
で、ソウルサイズをブンブン振り回せば、簡単に倒せるとは思うんだけどね。でもやっぱダイナモ怒りの方が、断然強そうだな。でも雑魚戦はね、この衝撃がついてると、強いのよ。敵がもうぶっ飛ぶぶっ飛ぶで、火だめがあんまり入らないんでね、雑魚戦はこの衝撃がついてるのが、俺は好きなんだよな。でもまあ、無難に使えるこっちの方が、どこでも行けていいのかな。ボスがいないステージだったらこっちが絶対いいと思う。で、もう一つあれだ。防具。防具が、まずダメ。作らないといけないね。やっぱり、このね、アーティファクトダメージ 50% だけじゃなくって、このソウルダンサーに、魂の袋をつけるといいかな。魂の袋とソウルフォーカスか。そうすると、回収する魂が 50% になるし、30% 回避もついてるので、防御面も輝くローブよりは上。で、回収する魂が多いので、ソウル系とマッチするんで。あ、やっぱこっちだな。ソウルダンサーを厳選しないといけませんね。できれば263がいいんだけども、持ってたやつは売ってしまったんで、売っちゃったのよ、もう。絶対使わないだろうと思って。売ったんだよなぁ。もうバカだったなぁ。まあ、とりあえずそれ、厳選していきます。はい。ということで今日は夜の棒。これはもうほんと絶対強いので、おすすめです。昨日のね、ギフト会でもかなり配ったので、やっぱりね、好きな人が多いのではないですかね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。